日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。ソフトバンクの小久保裕紀監督が西武から FA 移籍した山川穂高選手について初めて言及しました。球界随一の頑固者と言われている小久保監督は山川選手にも厳しい目線を向けているようです。そこで今回は小久保監督が明かした山川選手への本音を紹介していきます。球団ばかりか地元マスコミにも山川選手の獲得には反対の声が多数届いているといいます。にもかかわらず、なぜソフトバンクは獲得に動いたのでしょうか。会見にも出席した担当記者が語ります。ソフトバンクは柳田、近藤に代表されるように左の強打者は揃っています。だが右となるといない。そのため山川は補強としてぴったりだったと言えます。これまでにも山川選手の獲得でソフトバンクの戦力向上を期待する声はありました。しかし反対の声を押し切ってまでも獲得に踏み切ったのはオーナーの強い意向があったからだと言います。前室の担当記者が続けます。孫正義オーナーにはソフトバンクを上昇軍団に育て上げ、メジャーのチャンピオンと日本のチャンピオンで真の世界一を決める大会、いわば真のワールドシリーズを実現したいという夢があります。だからこそ2023年シーズン前には80億円もの補強費を使った。ところが3年連続の V1、来季こそは V 奪回を至上命令とし、批判を受けるのを承知で山川を取りに行ったのでしょう。王貞治会長は最初はイメージの悪い山川の獲得に難色を示していたと言われていますが、この強い意向に最後は折れた格好になっています。山川選手には4年総額12億円プラス出来高を用意したと言われています。金に物を言わせなりふり構わず行った2年連続の大補強に対して、一昔の巨人みたいだ、何が何でも勝てばいいという問題じゃない、毎年 FA で補強しても勝てないじゃないか、もっと若手を使ってがむしゃらに頑張るホークスを見たい、ファンをバカにしすぎという批判の声が殺到しています。しかも一塁には今季118試合で先発起用され、打率2割7分4厘5本37打点の成績を残した中村晃選手がいて、 DH では柳田選手が67試合、近藤選手が39試合に起用されました。2人は体調の維持などを含めて外野との併用で一塁 DH での起用しかできない山川選手がそこに加われば、明らかにポジションがダブつきました。中村選手は外野もできますが、ウォーカーも獲得しています。投手補強はいくらダブついても問題にはなりませんが、野手のダブつきは新監督となった小久保監督を困らせるかもしれません。今季のチーム得点はリーグトップの536で、チーム本塁打数の104本も2位タイの数字です。打線の強化は切迫した課題ではありません。ファンの反感を買ってまで山川選手を獲得しなければならない状況とは言えないのです。今オフに増田修選手が戦力外になった際には、小久保監督にとっては寝耳に水だったようで、自分の頭の中にもあった選手だったと驚きの声を上げていたようです。この話が事実ならフロントは小久保監督に相談せず戦力外通告を出したと言えるでしょう。選手たちからは、選手は簡単に切るのにフロントは誰も責任を取らないといった声が多く聞かれているんです。現場とフロントは本来協力しなければいけないはず、しかし現場の権限までもフロントが持っているようで、山川選手の獲得も小久保監督の意向は反映されていないと言えます。小久保裕紀監督も決してウェルカムの心境ではないようです。小久保監督は就任早々、強いことも大切だが、いかに美しくあるかという共通認識を持たせたいと明言したばかりです。選手の身だしなみやインタビューなどの受け答えもチェックするとしましたが、その真逆をいく不倫騒動で世間を騒がせた選手を16億円もかけて獲得するわけですからね。プロである以上結果が全てですが、小久保監督は球界随一の頑固者と言われています。現役時代の2003年6月には当時の球団社長と意見が対立して、自由契約にしてくれという仰天要求をした上で巨人へ無償トレードで移籍をしているほどです。藤本政権時代は不可解な起用が目立ち、フロントからの意向なのではないかとの噂もありました。山川選手もフロントからの意向で起用せざるを得ない状況に陥る可能性もあります。しかし小久保監督は腐りきったフロントに歯向かってきた過去があるので、山川選手はソフトバンクに来て相当ストイックに野球に取り組まないと小久保監督が起用しない可能性は十分あります。大分臼杵市で野球教室に参加した小久保監督が
山川選手について初めて言及しましたが、やはり新生小久保ホークスでは特別待遇はないようです。もうポジション的にはファーストになるでしょうし、ファーストでしっかり勝負できる体を作ってキャンプインというのが条件。競争する立場、もちろん与えるわけじゃない。新監督に就任し、主砲の柳田選手と昨季の2冠王近藤選手のレギュラーは明言済みです。2024年の第一声でも改めて言っている通り、柳田と近藤だけですと明かし、山川選手もレギュラーを確約せず開幕スタメンを争う立場にいるとの方針を明かしました。球団が獲得を発表した昨年の12月19日に電話で直接会話したといいますが、宮崎キャンプ恒例の 400m 走についても準備してこいと言いました。75秒以内例外なくと他のナインと同様のノルマを伝えたといいます。 400m 走の18歳以上30歳未満の平均タイムは 65.07 秒となっており、山川選手に当たる30代男性の平均タイムは 69.61 秒です。ちなみに高校陸上であれば50秒を切れば相当速いレベルです。仮にもプロのスポーツ選手であれば75秒は余裕で切ってほしいラインです。とはいえ山川選手はご覧の通りの体型ですし、昨季はほぼ稼働していなかったことを考えると75秒は際どいラインかもしれません。とはいえ 400m 走にこだわる理由も不明ですし、 400m 走は陸上競技の中でもきつい方の競技なので合理的ではないとも言えます。山川選手のような走るタイプではない選手が無理して足を故障するリスクもはらんでいます。ただ小久保監督も世間の声を汲み取ってあえてノルマを課したとも言えます。不祥事で世間を騒がせた山川選手ですが、小久保監督はこれからホークスで新たに歩む思いは僕ら球団も含めてファンにも伝えていかないといけない、入ったからには全力でサポートしますと約束しました。ですがその過程では例外なく美しい野球を求めていきます。もちろん長打はありますけど、やっぱりホークスの一員としてやっていく中で主力が当たり前のことを当たり前にやることが最低義務、それは分かっていると思いますけどね。当然打った後に走るのは選手の義務なので、それも含めて若い選手の手本になるように、山川選手は実戦復帰した昨週の宮崎フェニックスリーグで全力疾走をしていなかったり、ガムを噛みながらのプレー、ホークス入団会見の姿を見てもまだまだ自覚が足りないのではないかと感じました。山川選手自身も相当な覚悟を持ってホークスのユニフォームに袖を通したことでしょう。現状では小久保監督が掲げる美しさからはほど遠いと言っていいでしょう。しっかりと自分を見つめ直してグラウンドに立ってもらいたいですね。小久保監督の山川選手の起用法に注目が集まります。山川選手を含めチーム全員が美しい野球で再び頂点目指します。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。